カレーの市民はアルバ本店カレーの市民アルバ本店の満塁ホームランカレーカレーの市民アルバは1970年創業の石川県小松市に本店を置くカレーチェーン店。石川県内のほか首都圏、近畿地方、広島県にも店舗が存在する。2006年より加賀電子の子会社であったキログラムフォース株式会社が首都圏、大阪市などでフランチャイズ店舗を運営していたが、2010年に加賀電子が保有するキログラムフォース全株式をアルバ本店を運営している有限会社アルバに売却している。金沢市にも店舗を構えていることから、金沢カレーの代表的店舗の一つとして紹介されることが多いが、キログラムフォースでは加賀カレーを自称していた。とんかつ、ウインナー、ハンバーグ、クリームコロッケと4つのトッピングを野球のベースに見立てた満塁ホームランカレーが名物である。金沢カレーの中ではルーはやや欧風カレーに近く、盛り付け方にも若干の違いがある。すべての店舗が上記の特徴を満たしているわけではない。北陸地方、関西地方、広島県及びキログラムフォース運営店でメニューが異なる。また、価格についても若干異なっている。連結子会社の移動に関するお知らせ2010年3月25日加賀電子、キログラムフォースのリリース、カレーの市民アルバ、秋葉原店をオープン。ありがとうございます。